いやマジで、ね、この本が読みにくいんだよな。もうこの分厚くてもう大変なんですよねこれね。もうどうしよう。はい、お疲れ様です。21年6月24日23時30分でございます。皆さん今日はどんな一日過ごしましたか？私はですね、今日久しぶりに本を読みました。実はですね、来月から学校に行くことになりまして、まあ、3ヶ月間ですね学校に行くことになりました。でその学校に行くにあたって、まあ、事前にですね、まあ、課題図書を読んどくようにというところでですね、まあ、その本を今日から読み始めたというところです。で、まあ、何の学校かっていうところなんですが、まあ、ビジネススクールです。まあ、そこでですね、まあ、マーケティングについて学びましょうといったところであります。でまたその本が分厚くてですね、読みにくいのなんの、横文字だらけで、まあ、大変ですわ。20ページぐらい読むのに1時間かかって今疲れ切ってたところです。はい、でね、またこう眺めてるだけじゃ全然頭に入ってこないんで、まあ、久しぶりに朗読しましたね。朗読してもね、まあ全然頭に入ってないんですが、あの目で追うよりは明らかにマシだなというふうに思いました。皆さんもね、年を重ねるごとにだんだんなんか物覚えが良くなくなってくると思うんですが、まあ、そういった際はですね、声に出すというところをですね、実践してみてはいかがでしょうかというところで、まあ、今日の動画は以上となります。お粗末様でした。それではおやすみなさい。